デマンズは、米原秀幸による日本の漫画、週刊少年チャンピオンにて、前作、ハエ、ブンブンが完結し、その翌週の2006年10号から2008年29号まで、連載、全13巻。手塚治虫の、鉄の旋律を原作としているが、同作との物語上の共通点は、親友に裏切られ復讐を誓う主人公、主人公が両腕を奪われる。 疑腕の動力が粘土力であるといった点に止まっている。親友たちに最子の命と両腕を奪われた主人公が鉄の腕と呼ばれる金属製の疑腕とそれを動かす超能力を身につけて復讐に出るというストーリーで荒廃した近未来を舞台とした復讐劇である。かつての親友たち5人はナノテクノロジーで身体改造を施しており、これに対して主人公は ゼスモスと呼ばれる、粘土力で、鉄の腕を操り立ち向かう。親友たちには一人ずつ復讐に臨むという展開になっており、各々の復讐の天末は、変として個別に承立てられている。待ち受けていたのは、死でも絶望でもなく、限りない憎悪だった。信じていた親友達によって、両腕を、そして、最愛の妻と娘を奪われた男、ヘイト。 死の淵から這い上がり、異形の力、ゼスモスを身につけたヘイトは、その力を持って、異形の鉄の腕を操り、かつての親友たち5人に復讐することを心に誓う。ジェスト、ラフィン、ランパート、アールダー、そして自分を心の友とまで呼んだプログレス。5人への復讐は果たして叶うのか。現実のナノテクノロジーとは異なり、本作独自の脚色がなされている。 身体内に微小な機械を埋め込むことにより、体を大幅に変形する、兵器を内蔵する等が可能であるとしている。単行本題4巻155ページプログレスが、アールダーに送った依頼書に記載。この一連の訓練は、鉄の旋律中のエピソードをもとにしている。単行本題5巻111ページより、ありがとうございます。